リンクスルールで OCG やってみた。スキルあり、初手4枚、デッキ枚数は40枚、魔法アラモンスターゾーン3枠、ライフ4000、 EX モンスターゾーンあり、その他はリンクスルール12マス、デュエルスタンバイ。え、先行いいっすか。いや先行じゃないとダメなんじゃないですか。え、先行いいっすか。お前だよ。じゃあ先行。いや無理、俺先行やる。はい、うわーって、よしオッケー。俺はライティドライバーを召喚で、ライティドライバーの効果発動、レフティドライバーを特殊召喚するぜ。2体でシンクロ召喚、最強モンスター御用ディフェンダー、御用だ、御用ディフェンダーの効果発動、フィールド上に地属性シンクロモンスターのみの場合、戦速地属性シンクロモンスターのみの場合、御用ディフェンダーは仲間を呼ぶという効果を持っている。これによってエクストラの敵から御用ディフェンダー B を特殊召喚、そして B の効果で C を特殊召喚。強え最強だ。なんかアートファイブでめちゃくちゃ見た。見た。もうこれさ、で2体でリンク召喚、召喚条件はレベル3のモンスター ×2、 行け悲願の黒天使ケルビーニ、そしてケルビーニの効果を発動。ケルビーニの効果によってデッキから、レベル3モンスター1体墓地に送って打点をアップさせるという効果と、もちろん墓地に送るのはマサイの戦士、マサイの戦士を墓地に送るぜ。そして1400の打点がアップした。そしてマサイの戦士が墓地へ送られた場合の効果を発動、デッキから悪魔族モンスターを墓地に送ることができるぜ。さあ見ろ遊戯、俺が墓地に送るのはこのモンスター、魂のカードダークネクロフィア。2体のモンスターでリンク召喚、召喚条件は効果モンスター2体、これ緩すぎるだろマジで。こいつの召喚条件、ベルテアナコンダ、ベルテアナコンダの効果を発動、デッキから最強のマジックカード、これが OCG のパワーだっていうところ見せてやるぜ。フュージョンデスティニーを墓地に送る、フュージョンデスティニーの効果をコピーするぜ。俺が墓地に送るのはデスティニーヒーロー、ディバインガイド、デスティニーヒーロー、ブルーディ。このモンスター2体を墓地に送ることによって、融合召喚、現れろデスティニーヒーロー、デストロイ、フェリックスガイ。これが環境ってやつよ。これが環境ってやつ。そして、俺は、平和の使者を発動平和の使者の効果を発動、このカードがフィールド上に表が表示存在する限り、攻撃力1500以上のモンスターは攻撃宣言を行うことができない。カードを1枚セット、そしてデストロイフェニックスガイの効果を発動、フィールドのカードを2枚選んでぶっ破する。ダブッドルーン、そしてデストロイフェニックスガイの効果を発動、破壊された場合次のスタンバイに戻ってくるという効果を発動しておくぜ。そして恐るべきスキルを発動、うわー、俺はライフポイントが2000減っている、つまり2000以下だ、2000以下の状態で墓地にダークネクロフィアが存在している場合、最強スキルウィジャマンを発動するぜ。うわーっとい、お前の命はあと4ターン、ターン終了。さあお前のターン、スタンバイフェイス、デストロイフェニックスが墓地より特殊召喚されるぜ。あとは俺は無限に引いたカードを置いていく、通称ブルーレット、置くだけ戦術をしていくだけだぜ。ブルーレット置くだけ、一個教えといてやろうか。平和の使者の維持コストを毎ターンスタンバイフェーズに俺はライフポイントを支払わなければならない。そのポイントは100ポイントだ。書いてあるってこれ100ポイントって、あれおかしいってこれ、これ100ライフポイントしくれ、絶対おかしいと思うんだよね。これ表記ミスだよこれこれ、100ライフだったら払わなくていいだろ別に。100ライフって通常召喚、召喚数モンプリットよろしい、100ライフだ、100ライフって書いたんだろ、100ライフおかしいんだよそれ、100ライフって何これ、払わなくていいだろ100ライフだったの。あ、武器はいいですよ、武器はいいですよ。で魔法カード捨てます。あ、じゃあスキルドレインで1000ライフ払います。1000ライフ払ってスキルドレイン発動します。はい、スキルドレインよしよしよし、何書いてドロースタンバイフェイズメインフェイズ、そうですね、とりあえず平和の使者のスタンバイフェイズで平和の使者の維持コスト100もの大ダメージを受けます。スタンバイフェイズメインフェイズ、エンドフェイズですE が置かれるぜ。さあターン終了だ、お前のターンだ、お前の命はあと3ターン、大丈夫か、大
大丈夫か遊戯、これが OCG 流最強外役デッキだぜ。じゃあスキルを発動、これ消しファースト突破しよう。竜騎士至る道、なによし、デッキに戻して、竜騎士至る道お、手札ちゃんとモンスター戻せよおい、モンスター戻せ、いらないな、お、なにてめえ、そのスキル急使用だな。さてはさてはさてはモンスター戻せなくても手札何でも戻したらソファーする回に変えられるってあのチートスキルやな、それ。さては使ってんの、チートスキルだよ、あいつチートスキル使ってやがる。ジャッジジャッジジャッジは来ねえ。なにソファーするガイアの効果、ああいいだろう、手札のパス見せます。ああいいだろう、木から魔導口ガイアを手札に、いいだろう、いい、よろしい。でエンドです。よし俺のターン、ドロースタンバイメインエンドエンドフェイスええ、はい、やばい、くっそ、はい、ドロー。あ、待って、これスタンバイフェイズのあれを払わせてた、ごめん、100ライフ払ってなかった、ごめん、謝るわ、許して、反省してます。100ライフ、ボスだなんで、なんで100の維持コストこれ設定したんだよ、おかしいだろ、いらねえだろ、それ生まれに見ないエンドの速さってマジで連打してる。おいいよ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 。さあ大丈夫かな、カズミラ君。君の命はあと2ターンだよ。大丈夫かな。君のタクティクスは素晴らしかった。だがしかし。キャラがちげえ、キャラがちげえぞ。殴るしか脳がねえ、脳筋が威張ってんじゃねえ。名言きたー。あ、終わってますね。エンドしか、マジか。ドロー。何もできない。あ、スタンバイ、スタンバイで100からあります。おい。いや、いって。やべ、あと残り約700や。これエンドだ。エンド。T が置かれるぜ。真ん中くらいに置いといてやろうか。もうなんか超迷惑。エクストラ使わないみたいな感じで、ここに置いといてやるよ。うん、で、お前のターンだ。お前の命はあと1ターン。エンド、あいつ甘えてんじゃねえか。ドロー、スタンバイフェイズ。俺は100ライフポイント受けるぜ。そして絶望のターン終了を宣言。この瞬間、すべての文字が揃った。これで俺はデュエルに勝利する。でーす、対戦ありがとう。ハハ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